ずとし先生さん、だるま、ありがとうございます。みちじゅんさん、バラ、岩田さん、ハート、ジローさん、ニュースタンプ、グリグリパンチさん、ケイト、アナさん、かわいいスタンプ、かずと先生さん、だるま、ありがとうございます。お洋服かわいい、素敵、ありがとうございます。ハロー、ウィスタちゃん、ハロー。これは ZU。 私最近きれいめの服にハマってきたかもしれない。なんかパーカーとかね、ストリート系も着るんです。パーカー、フーディーか、フーディー、フーディーっていう、あのさ、フードがついてるやつ、フーディーっていうじゃないですか。フーディーもね、めっちゃ好きなんですけど、最近きれいめ系、なんて言うんだろう、顔的にきれいめ系のが似合うなと気づいたんですね。で、今回自由でね、こちら買ってみました。GU 最高。いや、なんか私 GU に別に買い物があって行ったわけじゃなかったんですけど、なんかフラッと寄っちゃって、え、 GU ってさ、寄っちゃうんだよね、フラッと。フラッちゃよ、フラッちゃって、フラッと寄っちゃいまして、そこで、あらら、そこで見つけてしまいまして、うん、なんで、きれいめのが、きれいめで言ったらすごい怖そうになるんですね、わかる？怖い、怖そうになるから、パーカーで可愛い目も着ていこうと思います。パーカー、フーディー、フードがついたやつ。いや、普通のね、普通のパーカーも好きなんですけど、普通のパーカー着ちゃうと私本当に、あ、なんか、あのパジャマみたいになっちゃうんですよね。そう、自由に釣られちゃった。あ、うん、テロップに。下はブルー。明日でもブルーが千秋楽だってさ。ハッツと自由、どっちぐらい、どっちも好きですね。ハッツかな。マクさん、ハートありがとうございます。急に、急にハッツ。私宇多田と吉田をね、あの SNS のトップ画面にするぐらい好きなんです。本当に好きというか、すごい、私、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、すごい、あの、はい、すごい
すごい好きですね。なんかですね、なんか宮崎さんがね、電話したいと。The kids and I'll thank you. Thank you. 初見です。まあ、ですか、ありがとうございます。アイス食べようかな。アイス食べようかな。アイス食べようかな。って思ったんやけど、あんまりお腹空いてないんだよな。夜のもぐもぐ配信は、そう、もぐもぐ配信にしようかなと思ったんですけど、なんかアイス食べる気分じゃないかもしれないって思っちゃった。お洋服お気に入りです。もうお気に入りの仲間入り。これ袖が割れてて、ここがで、背中もねこんな風になってるんです。これ二重、二重です。で、分かれて使えるから、分けて使えるんで、これありがたい。はい、そうなんです。はい、これ、おお、びっくりした。これはね、3000円ぐらいでした。なんか月1で一つずつ服が増えて、服をね買っていってる気がするな。まあでも月1ぐらいじゃいいよね。月1ぐらいでいいよね。地元東京どちらですかの日によりますけど、まあ、地元でも東京でも GU そこは変わりないかと。そう、ちょっと大人めのお洋服に目覚めちゃった。直視を置いてきたんでね、あれなんですけど、宮崎がね、電話登場しようかって言うてはるんですけど、どうする。
シンプルですね。ネックレスね、可愛いよねこれ。なんかレイちゃんと一緒に帰ってる時に、そうレイちゃんと帰ることがよくあるんですけど、てかあの一緒にね、一緒のお仕事になること結構多くて、レイちゃんと一緒に帰ったりとかしてるんですけど、レイちゃんと帰ってる時にたまたま駅のなんかさ、駅の中にちょっと雑貨屋、アクセサリー屋さんみたいなやつがあったんですよ。で、え、かわいいって言って入ったらもうめっちゃ安くて、これね、これどんぐらいだったっけな、これも普通に500円ぐらいで売ってて、え、かわいいって言いながらもうめちゃめちゃ、それでも別にもうあと帰るだけだからとか言って調子乗ってめちゃめちゃ見てましたね。そう、間違ってんのかいな。 OK、 そう500円ぐらい、もうちょっと高かったっけ、わかんないけど、そう、遊びに来たよ、やっほー。550円全然値段覚えてないけど、安っって思ったのは覚えてる。マジでめっちゃ安くて、安かってんよ、めっちゃ安かってんですよ。そうなんす。あーん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はい、ちょっと待ってね。あー、ごめんです。OK、OK、OK。ちょっと待って。わちき一瞬ちょっとあの、一瞬待って、本当に一瞬待って。わちきですね。あの一瞬ロレツ回んないよ、あの一瞬 OK、 すごいあのね、安くて素敵なものを見つけたら買っちゃいますよね。本田山田って誰？ヒーと京か。京髪染めてるっけ？山田？山田。オムライスと顔したパリッと出ます。髪を染める予定はないかな。今んとこ私もあのすごい髪の毛がツルツルじゃない。気分が上がんない上がんないんで、染めたらギシギシなるじゃないですか。あと染めるとしても内側かな、外側は綺麗でいたいなって思うんで、内側にちょっとインナー入れたいけど、わかんないな、わかんないな。染めたくはあるけど、舞台とかだとね、染めるとね、結構なんていうんだろう、大変だったりするんでね。そう、鮭とかあの他のキャストさんの方とかも結構本当本番の2日3日前ぐらいに染めたのにもう色落ちしてきてやばいみたいなでね、言ってきたりとか
そう、あれだよね、ケープとか使うからさ、結構だから結構石鹸でね、ちゃんと落とさないといけないので、ガシガシ洗うんですよね、結構。もう私は結構ストレートなんで、前髪ぐらいですけど、今日は全然サラサラやな、前髪ぐらいなんですけど。前髪、いや、もうこの辺をね、スプレーする方もブワーってスプレーするんで、そうなるとね、それ落ちるわねって。そうなんす。今日の低気圧、今日の気圧は？プラスか。宮崎さん、そう、宮崎さん登場しようかって言うてますね。ダンレボとかも、ダンレボもね、延期中なんで、ダンレボはやっぱ黒で、まあ、茶色でもいいんですけど 茶色でもいいんですけど、黒でさ、私は、いろはちゃんは、ツインなのでね。いろはちゃん、高一だっけ？いろはちゃん。いろはちゃん、何歳だっけ？そうで、この前はね、ちょっと長さが足りずに、ちょっと短いなと思ってたんで、ちょうどいいかなと思う、今ぐもうもうちょい長くしたいかもしれない。赤系か、私ね、ブルベなんでね、赤系あんま似合わへんかもしれん。感じ。今日さ、気圧低い、そんなことないか。頭痛ルだとプラス0.9だな、おかしいな。新月やからかな。I lose after Mitsuho。気圧ね、プラスになってるんだよ、そんな、あれなんですけど。新月、今日新月ですよね。今日、新月 知らんけど。ニュームーン、新月です。今日新月やから瞑想しよう 別に病んでないよ 病んでるわけじゃない。私瞑想とか好きなんですけど。やっぱそうだね。
新月やから頭痛なんですよ、頭痛なんですよとかって、なんか低気圧みたいな、なんかおかしいなって思ってた。今日新月は新月はね、満月の時とは反対に引っ張る力が強く働くらしいので、血管を取り巻く筋肉が縮小してしまって血流が悪化して血管の中に老廃物が溜まってしまい、周囲の神経を刺激してしまうことで頭痛が生じてしまうのが新月の時に起こりやすくなっています。はい、対策は適度な運動で筋肉が血液促進のために湯船に浸かったりマッサージを行う。すごいね、だからか。今日新月やな。まあでもなんかめっちゃ頭痛ってわけじゃ全然ないです。全然大丈夫。ちょっとこれを吉田カレンに送ります。はい、素材だよーっつって、素材をいつも送るの忘れるんですよね私。オッケー。確かに体痛いかも。うんだ。多分新月のせいですね。結構。入門適度な運動ならオプナイで、そうなのよ、オプナイでしたはずなんだけど、あ、そうだから本当に終わって帰ってきてからかな、ちょっと月光浴させよう。これを、いや月光出てるかな、まずね、ああ、アイス食べよ。ミヤにも電話しよう。アイス食べるとか、ちょっと待ってて。あ、何や、アイスを食べようかなと迷っておる。クッキー&クリームいいかもしれない。クッキー&クリームって年中あるやつですよね。ハロウィンのさ時とかこの時期にしか出ないコットンキャンディーと、この前ギリギリでゲットしたスイートジュエリーボックスは一旦さ、置いときたいから。クッキー&クリーム
クッキー&クリーム、クリーム、クリーム、I'd like サガシティ I think マジでサガ好きなの。ありがとう、ありがとう。ワンピースです、これ、これワンピースです。今日はニコちゃんまんじです。岡田さんっていうあの新任の先生がいらっしゃるんですけど、あ、新任の先生、新任っぽい先生、新任っぽい、新任っぽい男性の先生がいらっしゃるんですけど、めっちゃ絵うまくて、だからちょっとあの今日ペットボトルデコってくださいって先生に言おうと思ったんだけど、あの忘れてたわ。いや、So I think come Japan first to come 秋葉原。あ、おかれさん、こんばんは。初見モードさん、ありがとうございます。ちょっとあの電話しようかな。無観客ではあるけど配信もあるので。あ、バルーンフェスタね。バルーンフェスタはね、今年も無観客ですが、あの配信とかがね、明日までバルーンフェスタだった気がする。あるので、ぜひ見てください。今日なんか定型文見つしくない、なんか日によって変わるらしいね、あれ。ね、日によって変わるらしい、なんか最近気づいた。大人っぽい、バルーンフェスタ見にぜひ来てください。何年に1回とかちょっと毎年会ってるんでね、来年は有観客でできますように。My sister living in 島根。あ、島根住んでんの？マジや。マジや。マジやか。
ちょっと最近ね、あんま昔は撮ってなかったんですけど、ストーリー、写真のストーリーしかあんま上げてなかったからさ、シンプルにクッキー&バニラにハマりそうです最近。うん。なあ、どうした？あ？うん？え？急に電話かけてきてどうした？ちょっと何言ってるかわかんないですけど。え、まだやってるの？ショールーム。うん。あ、こわー、こわー、今アイス食してる。いや、見てる見てる見てるんかい。いや、今見うん、どうも宮崎さんのオールナイトニッポン、ねーい、本日のゲストは AKB48 チーム8さらけの百原瑞希さんです。どうもお願いします。お願いします、うん、いや待って、クッキー砕くのサボってない？はい、クッキークッキー、クッキーのクリームさ、うん、マジマジマジこれだってえぐいでかいクッキーあるよここ。見てほしい、最高でも31って31、31宮崎さんミュージカルまだてか見に行けてないんですよね。行けないんですよね、うん、これだけ見にね、うん、東京に来させるのも、ね、いや行きたいよ、行きたいんだけど、うん、あの3月末に、うん、あれ留学に行く人がいるじゃないですか、うん、あの人と言ってたんですけど、あの荷物届きました、あの人から。え、あ、まだ届いてない。いや、一緒にその留学に行く人と一緒にあなたが、うんうん、なんか劇場で公演するところ、うんうん、公演する日にそれと見に行こうっていう話をしてます今。あ、全然呼ぶよ。あ、でも知らんうちに私たちいます AKB 法人劇場にまさかの慈悲待ってますそう、ちゃんとちゃんと全部そう、金払ってちゃんとそれと座って、あれもチケット取るとこから全部自分でやろう。そうそうそう、全部やる、うん、よろしく。それはうん、ちょっとそう、それを計画してまして、じゃあどうやってチケット取るのかなって思って、結構前に、うん、755で聞いてみたことがある。イサちゃん has a sleepy no。 あれだ、遠方枠で来るのおもろい遠方枠っていう遠方の人、遠方から来た人の枠とか、あの女性の枠とかあるのよ、座れる場所とか。おお遠方枠におったらおもろすぎる。あの、かくちゃんそこに座ってるわ
かくちゃんそこやね。そこに変なあの女っぽい女性っぽい人間っぽい人がさ2人座っとったらそれうちらや。分からんよ、土線取ってくるかもしれん。一番最善の土線。最善の真ん中で。ごっつ。やめろ。やめてほしいもん。頑張るやん。頑張るわ。いや、舞台もね、見に行きたかったんだよ。本当は。うん。けど、知らん間に、あれや、もう本気、結構本気で行こうとしてて。うん。で、チケットをってパッて見た時にはもうでした。うん、どういうこと？なんか、あのもう、なんていう、日程、こっちの日程が合わない日程で、あ、なるほどね。どこを越え、越えっていうか、その日程が組んではりまして。うん。あれだっていう。劇場公演ね、行きたいね。え、前さ、青と黄色って言ってなかったっけ？うん、けど青が、青っていうか、エイトカラーにしてたの。エイトカラーと黄色にしようと思って。ああ。けど、青がめっちゃ見にくくて。あー、なるほど。そうで、パーンって見えるのがオレンジで、かつオレンジがなおちゃんの推しカラーだったから、卒業した時に同じのにしていいですかってそれにした。あとね、うん、私サガツアーの時は青を振ってた気がする。あ、サガツアーの時はまだ青かも。あー、青と黄色ってなんかで見たから、青と黄色やったかもしれない。青降ってた。青見にくいやね。うん。人生で一番好きな人に似てるんです。ありがとうございます。それは。えぐ。素敵やん。そう、青はね、なんか一体となったら見やすい。なんていうの、あの、エイトの。曲の時に、うん、夜中とかの時にみんながコンにするみたいな、うん、やったらブワーってめっちゃ綺麗に見えるけど、一本だと割とね、うん、見にくい。まあそうだ、そうね、なんか闇落ちしちゃう、うん、色ってことそう、青色の光って割と見にくいからさ。福岡イベントってなんだっけ、あのマリンメッセだったっけ、チカップ祭りか、うん、でやるやつでしょ。うん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 。いつだっけ、いつ12月12日マリンメッセをバイトのシフト見てみるわ。だ、行けそうだったら現れると思います。宮崎さんはこの頃面白いことありましたか？面白いことないな。人生で、人生が悲しくない、面白いことない。最近面白いことかないなつってそう、めっちゃおもろい。友達になりたいな。今日インスタのストーリーで、あの、私ってどんな人間ですかっていうのを上げてみたんですけど、うん、結構気になってて、うんうん、したら一発目にいい子ってきて、それはちょっとこいつ舐めてると思って笑った確かに私ってどんな性格ですかってすごい詳しいの期待してるのに、いい子って言われてもじゃない、そうそう、いい子とかフルネームとか来て、いや知っとんのそういうことじゃないそういうことじゃなくて、マジでふざけるからな。うちらの周りの友達マジでふざけるんですよ。うん、本当にそう。本当にふざける。意思疎通ができない。真面目に答えろって思うぐらい。そうそう、質問してもボケて返してくる。マジでそう。宮崎さん髪色茶髪です。そろそろ染めます。うんうん、茶髪らしいです。プラスされる。
say it's like cold for your body or your mouth. さあ、59分なんでランキング読みますわ。はい、読んでください。ランキング13位斉藤もげてさん、12位わくさん、11位ひろゆき、ちょっと間違えた、ゆきひらさん、10位よみさん、みさのは、9位けんちゃんさん、8位伯爵さん、7位ジョークスノーさん、5位ココさん、6位ココさん、5位ツーリンダルマさん、4位ゆうわとさん、3位 MT ゼルナさん、2位オムライスさん、1位アノデさん、みそせこうでした。ということで終わりますわ。お疲れ、せっ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 した。ザ・キューティー宮崎のオールナイトニッポン、おやすみ、以上になります。以上でした、ありがとうございます。